第3回カプリティオガチなぞなぞ選手権。お互いこうなってるから。フルカです。以上です。以上です。エディです。最強クイズ集団カプリティオチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。あの大人気企画ガチなぞなぞの第3弾ですか。見てんだよ。2回までやったんだよ。過去エディがやった人気企画のフルカ出題バージョンということになっております。なるほど。ということで今回も新作なぞなぞを作ってまいりましょう。ということで過去2回と同じくですね、子供のなぞなぞ本にはちょっと入れられないかなという少し知識のいる問題を含んだ新作なぞなぞですので、なるほど、クイズ王としてぜひ頑張っていただきたいと思います、はいはい、正解はプラス1ポイント、誤答はペナルティなしとなってますので、ガンガン押してください。その押し方でおしゃれじゃないないない、一回もない。俺がやったら怒るでしょ。ということでガンガンチャレンジしてください、うん、それじゃあ早速行ってみましょう。それでは早速参りましょう。1問目、問題。あんこはあんこでも貝の旨味たっぷりのあんこってなんだ。貝の旨味どういうことだ。まあ、一応言うか、一応あんこをダメみたいな。あー、なるほど、ね、はいはい、はい、まあ、海のね、魚介の旨味的なところは確かに、ね、なるほど、そのよりはスッキリかな。そうだね、うん、こういうのってなんかあんこに終わる言葉が来るのか。そうそうそう、普通じゃないですか。数あんこぐらいしかない。数あんこ。お、数あんこ。違う、いや、なんないよ。三あんこ。そうなんだ。チートイツ。あんこにしろ。なんかこいつでいこう。あんこ足りないのよ。作れないんだよ、その流れじゃ。実際貝が使われているものが答えになります。はい、貝の旨味が本当に含まれます。エディ、あんのか知らないですけど、うん、ホタテあんこ。やめろよ。今の空気にドキドキしちゃうからやめろよ。ないよそんなの。ないない。もしやった時正解になるからね。あるかもったら。お、リゴ。ボンゴリビアンコ。正解。うわあ。すげえ。決まった。うわ。正解は貝を使ったパスタボンゴリビアンコでした。お見事。これは見事ですわ。うん、まあ、パスタってなんだまで言っちゃうと言い過ぎなので、確かに、ね、まあ、素晴らしい、よく出ましたね、うん、まあ、こんな感じの問題が今日出ますので、はいはいはい、ぜひ頑張ってください。よく気づいたね、ボンゴレビアンコ見ながら、あんこだって思って見てたの今まで。うんうん、じゃあ違うのよ。今回急に言葉が降ってきて、ボンゴレビアンコあんこだってガチなぞなぞやろうってなったのね。それがきっかけで、さあそれでは次の問題いきたいと思います。でしょ、問題。関西で悪さをした子供が連れて行かれる寒いところって、リゴ。あかんこ。正解です。あやー、すごい、よっしゃ、はいはい、どうこだということで正解はあかんこでした。もうすごいね。あかんで。関西下手くそじゃん。それぐらいしか言えないよ今の流れじゃ。そうか、他にないもんだって。なんか悪い子はなんか縛られるから、うん、縛りや、シバリア、シベリア、シベリアみたいな。ちょっと今押し負けたけど、それ言おうとしてたの。譲ったらよかったわ。はい、それでは次の問題いきたいと思います。問題。食べ物が戦争を始めるとき最初に大砲を撃つ係に任命される食べ物ってなん。エディ。海鮮ドーン。すごい、すごい、すごい。海鮮丼が正解、うん、そうそう、最近に海鮮が浮かんだらちょっと海鮮丼が広すぎるから、まあ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 、何やろうと思ったら、ね、開放の要素を入れてできましたね、はい、ということでさ AT に得点が入りました。それでは次の問題いきましょう。問題。ご飯大盛り無料のお店でどれだけ大盛りにできるかの限界を試す様子を描いた映画ってなんだ。じゃあ行こう。まあね、映画じゃないですけどね。プイプイモルカ。違います。映画じゃないですけどね。そろそろプイプイ持っていくかみたいな。そうです。違います。帰ってるうちに言わないとね。これ実際じゃあある映画言うんですけど。もちろん。バーティカルリミット。おー、違います。おー、いいね。垂直方向。垂直ね。限界。リミットね。ここまでいけるか。なるほど、なるほど。正式に出て2点くらいもらえる。確かに。どれだけ大盛りにできるか。一緒。うまい、うまい、うまいっつこう鬼滅の刃無限列車編。無限列車編の煉獄さんのシーンじゃないのよ。違います。序盤の印象的なシーンだけど。エディ、これ作品じゃなくて俳優なんですけど、ダニエル・ダイ・ライズっていう。
ダニエル・デイ・ルイスね。ダニエル。ダニエル・デイ・ルイス。違いますよ。作品でお願いします、ね。でね。ご飯も主に無料とかはもうあんま関係なくて、はい、そのお米をどれだけこう、盛れるか。限界を。米の。食べるんだけど盛れるんだもんね。うん、米のもう限界に関する映画。エディ、ベイマックス。正解だ。ベイだよ。ベイは出ないよ。ベイ。正解はベイマックス。ベイって呼ばないよあれ。ベイが入った状態だ。もうちょっと答え出なかった俺とりあえずライスイズビューティフルぐらい言う気を利かせようと思ったエディ正解。ダジャレで繋いでくれる。それでは参りましょう。次の問題です。問題。とっても良い香りがするお酒を飲んでる国ってどこだ。国シリーズ来ましたね。国シリーズだよ。石野、中国。あーなるほど、ね、香りの要素ないからな。あーそうね、あー中華の中とかね。ちょっとヒントを出しますか、はいはい、これはいい匂いのするお酒という実在の何かのお酒がそのまま答えではありません、うんうんうん、このように存在する実在の匂いのいいお酒が出るわけではありません。国どうだしても全然赤ワンねえ。じゃあもう一個ヒントいきましょう。はい、この国の名前の前半がいい匂い要素、うん、後半がお酒要素です。前半部分はもういい匂いのものでしかないっていうか、はい、そういう特徴のものです。はい、エディ、アロマサワー。なるほどね。はいはいはい。じゃあでもそういうこと、そういうことよ。そういう国があった、そういう国があれば正解。じゃあ香水ビール。そうだよね、うん、いやでもそう最初そこ行くの香水要素はそういうことだよね、うん、香水ビールみたいなことです、はい、まあ香水ビールが一番近いですね。お何なんでこんな出ないのかな。出ないでしょ、ね、出ないな。俺納得はできると思うけど。本当香水だって、うん、アロマサワーでも納得してるでしょ、まあ、構造的には、ね、香水ビールがあればでしょ、うん、同じ全く同じ、全く同じだと思う。考え方これやった人数ってなんか酒はこれかなっていうのあるんだけど、まあね、なんかそれにつくやつがなんか全部違うんだよな、うん、国として有名です。国として有名だし、はい、もういける要素は出てんのよ、なんかもうちょっと言います。じゃあヒント、はい、もう別海が香水ビールと言ってもいい、うん、行こう。コロンビア。セガダニが香水ビールだよ。超悔しい。経由してよかった。いやそうそう、だからリビアもザンビアもカンビアもサウジアラビアも違えなってことずっと考えたけど、コロンビアがあったか。一回してた、ね、ビアまでは行ってた。そうそうそう、うん、ボリビアまでは行ってた。コロンだ。いや本当にちょっと香水ビールの時俺頭どうにかなんのかと思った。まあだからハッピー満足もそうだったんだなと思いましたね。僕ね、そういうこと同じことか。ビアまで出ててね、出ないかね、うん、はい、それではいきます。問題、サザエさん一家が引っ越しをした時の気持ちってどんな気持ちだ。石野、フグ、タコス。残念。なるほどね。それもあるのでもね。気持ちでもないし。そうそうそう、食べたいな。エディ、いや、やっぱちゃんと見積もり取って安いところ選ぶべきだったなっていう。え、なんで失敗したってこと。そうそうそう、サザエさん要素はしっかりしてるからさ。性格上おかしいからね。あんだけ大人がいるのに、長谷川真知子先生の世界観ではあってもおかしくないな。確かにね。かすってますよ皆さん。え、マジか。エディ、ふうぐったり。違います。なるほどね。ふうぐったり、ああ引っ越し疲れるからね。そうそうそう、はいはいはい。あでもまあ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 要素はまあまあまあ、うん、ああそういうこと。以上、フグ大抵。もっと早く出ろ俺マジで。うわー怖。正解はフグ大抵の気持ちだった。いやーこれ思いつくとさ、おっせえ俺みたいな気持ちだったらさ、ふらって浮かんでくるんだよね。フグたこすからの長さがすごかった。そう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 、うん、さあということで石野にもポイントが入りまして、まだ問題ございますので、よし、はい、行きましょう。こいよ問題、麻雀でいつも2着に入ることを目標に打っている人がよく上がる役ってなんだ。ええー、はい、
はい、エディ。これは、ね、クリタンです。それ本当の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 話です。早上がりよくね。なんだろう。絶対振り込まずに食いたんだけみたいな。ちょっとね、この問題は今までとは毛色がちょっと違うかな。もう要素がありますね。はい。以上。まあ、1着がチャンピオンだとして、2着は準チャンピオン、準ちゃん。あー、なるほど。いやいいぞ。いいね。いいぞ。いいけど。ごめんなさい、今回は本当、これもうちょっとね、まあ、文章を言いますと、はい、まあ、いつも2着に入ることを目標にしてるから、うん、まあ、だから1着じゃなくてもいいって思ってるんですよね、はい、ちゃんとその着順が上であれば、うん、1着にこだわってないっていうことになります、まあ、なんならちょっと1着取ろうとしてる人にどうしてもそうでもないだろうみたいな気持ちを持って、分かった、一応蓮舫、よーし、嬉しい。あー、はい、ということで2位じゃダメなんですかでね、おなじみになりました議員としても知られる蓮舫さんもおりまして、正解は蓮舫という役です。いいね、いいんだもんね。そうか、いやー、これはもうひとひねり入ってきてるので問題だよ、ね、はい、これは皮肉も聞いて大人な謎の文章ですね。、はい、2位でいいんですからね、蓮舫さん、どう考えたらね。なるほどね。はい、さあ、ということで一緒に点数が入りました、平たくなってきましたが、はい、まだ問題あります。よーし、じゃあ行くぞ。じゃあ行きましょう。問題、日本の市が集まってパーティーをしたよ。パーティーの最中、福島県の市を発見したのはどこの市だ。日本の市が集まってパーティーをしたよ。パーティーの最中。さあ行きます、エディ。秋高田市。正解、その通り。あ、北方市。あー、すげー。正解でした、福島県の喜多方市を、広島県の喜多方市こと、うん、喜多方市が発見したということですね。はい、お見事、正解でございます。これだいぶ早かったんじゃないですか。うんうんうん、一回その喜多方と喜多方とあのパラレルの問題を作ったことがあったから、それでピンときた感じですかね。すごい。さあ、問題まだございます。あ、はい、では行きましょう。問題、太っちょグルメレポーターによく咀嚼して食べるように命令している人って誰だ。太っちょグルメレポーターって2人ぐらいしかいない。2人ぐらいしかいない。2人ぐらいしかおらんのよ。おぉ。一緒、亀井静香さん。正解。よし、すごい、これはすごい。すごい。お見事、正解、政治家の亀井静香さん、亀石塚さんが正解でした。すごい、これ早かったね。結構皆さん彦摩呂さんに時間を取られた、取られた、想像にしてた、うん、神で彦摩呂、彦摩呂亀ないな、亀石塚みたいな感じ。じゃあ順番で組み合わさったのね。なんと時間が間に合ってたから。僕はな、亀石ちゃん、偉いな。うん、石ちゃん、石ちゃんだね。石ちゃんも、石ちゃん多いよね。そうそうそう。亀石ちゃん。石ちゃん。ということで、石の正解でございます。さあ、問題以上でーす。どうなったんだ、これは。ということで、結果、AT3 点、リコ3点、石野3点で全優勝。いや、ちょっと待って、これはひょっとして3人仲良しクイズなのでは。あ、なるほど、仲良し。操作した、操作してないんですよ。なるほど、操れる説でもなくて、あ、そう、ガチでやった結果の全員優勝という形だった。珍しいね。ただひねった問題もあったりして、いや、なかなか解き応えがありましたね。はい、面白かったと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。まあ、ビアンコ気持ちよかったね。いや、ありがとうね。めちゃくちゃ気持ちよかったけど、思いついてたのになんか AT の話長いから、これ押していいかずっと分かんなくて大変よね。こういう野菜とかね、いや、序盤がもう全然ひらめかなくて、結構これきついな、酸素薄いなぐらいの感じだった。中盤追い上げられてよかったです。いや、でも楽しかったです。やっぱりなぞなぞは面白いのでね、またやりたいなと思いました。また面白い歌が集まりましたら、第4弾やっていければと思っております。以上、本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。